ここれでで外資先からのアップがしやすすすくなります <music> こんにちは秋葉原です旅行が好きで日本全国いろんなところに行っているんですがこの頃ちょっとハマっているのがツイキャスなんです旅行をしながらなんか見ている皆さんと一緒に旅行しているような気分になるしいろんなね現地の有力な情報を頂い,いたりとすっごく楽しいんですよね。 そんな中、新たなる悩みも出てきました。今まで使っていたルーターがこちらのドコモの L04D なんですが、これは LTE と 3G を自動的に切り替えながら通信をしていきます。しかし、ツイキャストをしながら車で運転していたり、YouTube に動画をアップしていたりすると、あっという間に 7GB を使い切ってしまうんです。 楽しいはずの旅行が、この容量を考えながら調整をしていくっていうのは、ちょっと盛り下がってしまいますよね。また逆に、これを使って YouTube の動画を見ていたりとか、それからツイキャスを見ていたりしても、やはり7ギガすぐに行ってしまいますよね。この7ギガって、一体どっから来た数字なんでしょう今の時代、ちょっと少なすぎる感じありますよね。せめて、せめて10ギガぐらいあると、 もうちょっと余裕を持てるのになって思います。また直近3日で1ギガを超えてしまうと通信制限がかけられてしまう恐れがあるっていうのもちょっとネックですよね。打開策として今回こちらの HW02E というルーターに機種変更してきました。今まで使っていたこちらのルーターは LTE と 3G を切り替えて使っていくような形になるんですが今回のこちらのタイプはそれにプラスして ドコモ Wi-Fi スポットや、それからネットワークに接続できたりします。このドコモの Wi-Fi スポットっていうのはすごく便利で、駅だとか喫茶店、そして Mac なんかも Wi-Fi スポットになっています。普及率としてはね、かなりいいんじゃないかと思ってるんですね。もちろん、バンキン屋も Wi-Fi スポットになってます。この HW02E でドコモ Wi-Fi に繋いでしまえば、パソコンだとかスマートフォンだとか、 通信料を気にせずネットを楽しむことができます。僕は YouTube のアップロードとかに使っているんですけども、7ギガのね、カウンターがここ上がらないので安心感がありますよね。とても便利なドコモ Wi-Fi なんですが、デメリットとしては Wi-Fi スポットに入るたびにログインをしなければなりません。例えば、板金屋でドコモの Wi-Fi スポットにログインをして、で、まあネットを楽しみながらお食事をしたりしながら、 で、帰ろうと思って店を出ますよね。すると、秋葉原駅あたりで、また自動的にログインをしているんですね。ルーターの方が。だけど、いざスマホでやろうとすると、あれツイッターが送れねえぞ下書きに保存されましたとかになっちゃうぞっていうことがね、あり得るんです。これは、スポットの変わってるんですね。板金屋のスポットと秋葉原のスポットと変わってるので、また秋葉原で再度ログインをしてからないと使えなくなってしまいます。 つまり移動しながらドコモ w i f i を使うのはちょっと困難みたいなんですねそれとこのルーターでドコモ w i f i に接続するための初期設定がちょっと分かりにくく面倒なんですまあ一回設定してしまえば初期化しない限りはもう設定残ってるんで大丈夫なんですけどもそこさえ乗り切ってしまえば7ギガ制限というその通信量をね気にすることなく存分にネットを楽しむことができるのでかなり便利に使えるかと思います ドコモのモバイルルーターで今ドコモ Wi-Fi に接続できるのはこちらの HW02E とこちらの L03E の2種類だけとなるんですけど来年はもうちょっとラインナップが増えるみたいですということで今回はドコモ Wi-Fi でも接続できるようになったモバイルルーター HW02E をご紹介いたしました参考になりますでしょうかではまた